5月24日太田文化の森でワンコイン講座琴体験が行われました。日本の伝統楽器を身近に感じてもらおうと、普段は太田文化の森で活動しているサークルを主催する杉山さんが講師を務める講座です。邦楽って難しいイメージがあったりとか、敷居が高いようなイメージがあるんですけど、そんなことはなくて、みんなが楽しくできる身近な楽器で感じていただいて、それが今後の邦楽の歴史の中でつながっていくといいなっていうふうに思っていて、このような講座を開設することにいたしました。参加者は琴の代表的な音階である平調子と野木調子を体験しました。それぞれの音階を使った桜や夕焼け小焼けを繰り返し練習したほか、サーラリンと呼ばれる演奏のテクニックを学びました。講座の最後には全員でアメージンググレイスの合奏を行いました。なんとか爪にも慣れて弾けるようになってきましたので、すごく今回のあれは楽しくお勉強させていただきました。最初のうちはちょっと難しそうかなっていう感じだったんですが、皆さんそれぞれ一生懸命弾いてくださって、この和楽器に触れていただくっていうのが目的だったので、楽しんでいただけて本当に良かったと思っています。